ドランド・エンシーナスは、ミュージシャン、ケーナ奏者。南米のボリビア多民族国、シュトラパス生まれ。ミュージシャンで、ギター奏者のジュリアーノ・エンシーナスは多い。パーカッション奏者のアドリアン・エンシーナスは、実の子である。ジュリアーノが、ドランドのことを、パパと呼ぶため、ジュリアーノの父のように見られることが多い。 ケーナがボリビアの民衆音楽フォルクローレに積極的に取り入れられるようになった1960年代から活動し2010年代の現在でもその第一人者として知られる。ギター奏者の父、音楽教師で単語歌手の母のもとに生まれた。幼少期から舞踊団のダンサーとしてクラシックバレエと当時没考しつつあった舞台芸術としての民族舞踊を学ぶ。8歳の時に 同じ舞踊団の同僚であったエルネスト・カブールからもらったことをきっかけに、ケーナの演奏にのめり込む。1969年には、アルゼンチンのサルタフェスティバルのコンクールソロ奏者部門に参加し、同年には大人たちに招かれて、ロス・レディスへ合流。さらに、ハモンド・オルガンを用いた実験的バンドフォークロア・ニセニア、当時流行したペーニャの一つ、ロス・イシクードズにて、 少年グループロスニーニャインティの一人として演奏するなど、その活躍の場を広げていった。初期にはチャランゴの奏者としても多くの録音へ参加した。1974年に当時の大流行グループロスパイアスに招かれ、その活動の場はラテンアメリカを飛び出し、アメリカへも及んだ。しかし、1980年代に入ると、ソロ奏者及び音楽、プロデューサーとして、 活動を開始。共演者として、ボリビアの歌の女王ズールマウガール、ボリビア南部タリ派の歌の大御所、エンリケタウオア、ボリビアのことスクレに根ざしつつ弦楽器チャランゴで、独自の世界を作り上げたウィリアム・エルネスとシンティアス。ボリビアにて、ヌエバカンシオンを牽引した、エマ・ジュナロとハイメ・ジュナロの兄弟、優れた研究家かつ、シンガーソングライターのジェニー・カルデナス。 そしてすでに活動の中心をボリビアに戻していたエルネスト・カブールなどが挙げられる。また、1980年代にはその音楽の幅も広がり続けた。1970年代にフォルクローレ・トロックのフュージョンを果たしたグループはら、わずかな時間であったがペルーとエクアドル音楽を紹介するボリビア・マンタ、インプロビゼーションを必要とするジャズとのフュージョン・ビリビアン、ジャズなどに参加し、 ケーナの水槽技術の開発を行った。1986年、ボリビア文化研究所の民族音楽、文化部門で働いていた、ボリビア国立舞踊団の同僚、ヨランダ・マズエロスに聞かされた SP レコードに、含まれていた、トリオ・コーチ・バンバによる仏曲クエカ、ボ却キャクエル・オルビードの芸術性に感銘を受けた。これを受けロランドは、単純化し、 外来音楽レゲトンなどに侵略されてつつある、ボリビア音楽に対する新たな提案を行うことを決意。2年強にわたる文書館での文書研究と、ボリビア各地のフィールドワークの成果として、ムジカデメストロスボリューム I、巨匠たちの音楽ボリューム1の LP を1989年3月4日に発表した。マズウェロスに提案された、ムジカデマエストロズは、 ボリビアの巨匠たちによる作品を現代に蘇らせるというロランドの活動を表すものであったため、すぐにロランドの楽団名として定着した。1994年の第3作、第4作は、ボリビア最大手のレコード会社ディザクランディアからリリースされ、そこに含まれる楽曲は2019年現在でも頻繁にラジオにかかるほどの人気曲となった。また、 マズウェロスと共に立ち上げた舞踊団、コナダンズ、コンパニーやナショナルデダンサ、国民舞踊カンパニーとは、1995年に MDM として初の海外ツアーを行った。オーランドエンシナス、ウミ・インベスティガドールでムジカナシオナル。エルジアリオ、ビゲンホ、M、サウンディング・インディジェナス。 オーセンティシティインビリビアンミュージックパフォーマンススプリンガー ISBN 九兆七千八百十一億三千七百十一万八千百三十四 HTTPS コロン co jp スラッシュ booksHL j l r イコー j a パーセント七クラム e n i d フードクボジ a n f n d ピコグラムイコール PP1&DQ イコールサウンディングインディジェナス o ツイコールナナルス 2O76A& シグイコール b f 9 5 o 5 9 3 t z l CF8F7W5J2QJS ありがとうございます